相模湾アーバンリゾートフェスティバル1990は、1990年4月28日から10月10日に、神奈川県相模湾沿岸で開かれたイベント。略称は、サーフ90およびサーフ90。会場へのシャトルバス開催目的は、湘南渚プラン策定時に指摘されていた、諸問題の解決策を探る、あるいは新しいムーブメントのきっかけを作るために、 イベントという方式を使って、相模湾で何をなすべきか、何ができるのかを追求するものであった。神奈川県と相模湾沿岸の13市町民間団体及び企業等が共同で財団を作り、人と海の共生を目指して、相模湾沿岸の各所で、海の総合イベントとして開催した。三浦市、藤沢市、平塚市及び小田原市の拠点会場では、 地域特性を発揮した各種事業を展開した。メイン会場の藤沢会場には、教会本部や会場警備関係の建物が置かれ、これらはログハウスで統一された。同会場には、大型ビジョンを要する多目的野外ステージが特設され、毎週、コンサート、演劇、舞踏、映画上映などが行われた。 藤沢会場は377万人が来場した。相模湾全体で463万人が来場し、合計550のイベントを開催した。開催費用は93億円。主な支出は、イベント開催費が40億円、会場整備費が27億円であった。鈴木秀人がメインビジュアルプロデュースをした。大会イメージソングは、ミスターパラダイスか。 ブルージー、8月14日に、藤沢海上にて、相模湾沿岸とゴールドコースト海岸との友好提携を、相模湾沿岸の13市町の海岸とゴールドコースト海岸との間で調印。10月3日から5日に、大磯プリンスホテルにて、国際会議、世界、なぎさシンポジウムが開かれた。10月7日に、 藤沢会場にて、湘南フォークジャンボリーを開催した。カンヌ国際映画祭を招き、湘南カンヌ国際映画祭を開催した。期間中、レディオ湘南の前身となる、イベント放送局のサーフ 90FM が設置された。閉幕後にまとめられた、提言のうち、財団法人神奈川海岸美化財団の設立、ビーチバレーの流星、 レディオ湘南の開局、ライフセービングの普及などが実現した。閉幕後、社団法人相模湾アーバンリゾートフェスティバル1990協会が設立され、1999年3月31日に解散。ありがとうございます。